ペパッパーン。昔のゲームって感じするよな。ねえ、調べが面白いところ教えてあげるよ。え？面白いとここんなに山ほど案内してあげる。だからいっぱいたくさんとびきり感謝するのよ。感謝します。調べはあんたよりここ長いんだから。はぁはぁ。じゃあいただきます。なんかこの家族怖え。話の流れがわかんねえ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、じゃあそろそろ行こっか。ひえ、嫌なの？調べが一緒に行ってあげるって言ってるのに。嫌なの？嫌なの？嫌なの？ちび娘、あんまり無理言うんじゃないの。あ、その名前を言ったな。な、何それ。調べの学校でのニックネームなの。お姉ちゃん、ダメでしょ。だって調べがあんまり言うこと聞かないから。じゃ、縁側で待ってるからね。ぽよよん。嫌なのって、嫌なのってメロさんからも言われてた。それやめろ。何なんだ。剣坊。あれ、剣坊なのこの犬。やっぱ来たんだ。私って罪な女ね。じゃあ調べの後をタタッとついてきて。とりあえず橋のとこまで行ってるからね。どこの橋だよ。私にはそれが何だか恐ろしく手間のかかる生き物とも人生で最初の遭遇だった。橋ってどこなんですかね。ここはボロッチだったのをうちのお父さんがトンカー直したんだよ。へえ、大工さんみたいなんだ。このちっちゃい川はね、雪の川っていうのよ。ふーん、そうなんだ。ねえ、雪って雪？うん、お空から降る雪。へえ、ここは雪が降るところなんだ。あんたのとこはちっとも？うん、たまにしかね。ふふ、かわいそうね。でも本当はホタルがポコポコっとたくさん生まれる川だから雪の川って名前になったんだって。なんでかな。は？なんでホタルがポコポコって雪って名前になるのかな。それは…へえ、知らないんだ。違うわよ。あんたにだけはどんなことがあっても教えちゃいけないってお父さんに絶対絶対絶対言われたんだから。知らないの？秘密なんだから。知らないの？嫌なの？知らないの？ラベちゃん。このお地蔵様はね。なんだよ、え？あ、出た。ロキチ。あら？あんたと一緒だと最低だわ。これは占いができるお地蔵様なの。あんたもやってみる？
特別に許可するわ。首蹴ったよね、タミも。僕、お地蔵様を叩くなんてできないよ。じゃあ、あんた、私にぶん殴られたいの？あ、なんだこの理不尽な家族マス。お地蔵様、ごめんなさい。冴えないわね。じゃあ先に行ってるよ。あ、小吉しか出ねえ。ヤマトンさん、たまにあんな感じを笑いますよね。ははっみたいな。ははは。あ、スイカなってるよ、スイカ。あ、笑ってないけど笑ってる時あるよ。あれどこ行ったんだ、あいつ。あれ？言えた？じゃないのか。おい、案内くらいしろや。なんかいるんだけど。誰誰誰？スイカ泥棒は。いかにも腕っぷしの強そうな地元の子供だった。おい、スイカ飛びです。私のいつもの癖が始まった。ど？誰かいるのか。もうダメだ。そう思った時。なんだこれ。山犬でも降りてきたか。その雄たけびはどこか遠く深い山々の奥の方から、夏の里山の騒々しさとはまるで不釣り合いに、寂しくそして悲しく響いた。あれ？白身ちゃんどこ行ったんだ、マジで。終わった？もう。あ、いたわ、こっちか。遅い。あ、すいません。エビを待たせるなんて本当にダメな人ね。ごめんなさい。まあ、調べはとても優しい子だから特別に許してあげる。この花はね、中の蜜がとっても甘くて美味しいの。俺岩手でも食べてたわ。ありゃいいね。ね、なんて花なのこれ。確か紫チューチューっていうの。ふーん、そうなんだ。あってるんだっけな。じゃあ次ね。これ俺もよくなんか友達と一緒に食べてたな。食べてたとか吸ってたな。でもよくよく考えると絶対こんなんさ、犬のションペンとかかかってるやつ吸ってたんだよ。
おばちゃんだ。二人が仲良くしているところを写真に撮ろうと思ってここで待ってたのよ。塀のしょんべんとうんことが変わったやつ。お母さん、昔東京でカメラマンやってたんだよ。すごいでしょ。カメラマン？でも助手だったのよ。一人前になる前に結婚してここに来ちゃったから。さあさあ、二人とも並んだ並んだ。はい、お父さんが好きなのはチーズ。じゃあ写真ができたら見せてあげるね。うちに帰ったらゆずきさんにも見せてあげるんだよ。きっと喜ぶわ。ゆずきって誰？うちのお母さんだよ。ちゃんといい子にしてたってお母さんに教えてあげなきゃね。うん。じゃあ二人とも仲良くするのよ。そろそろ調べも帰ろうかな。この先は橋が落っこっちゃってるし、あっちの方はでっかい蜂の巣があるし。あんたはスイカ畑の見張りでもしててね。ちょっとだけ楽しかったよ。じゃあね。あー、ここでスイカ畑見に行って、あのイベントが。でもあんたまでちび娘って呼んじゃやだよ。やだよ。ん？呼ばれたいの？チーム娘って呼ばれたいの？ここで多分スイカ畑に戻ったらあのイベントが起きてたんだ。俺は先になんか持っちゃったから起きただけであって。嫌なの？クソワキいねえじゃねえか今日も。あく虫相撲やらせろや。メロさんにそれやめろって。嫌なの？とか言って。これさ、なんだろう、これどうやったら続けるんだろうね。釣り竿？釣り竿ってどうやって出せばいいんだろう。あ、いけるわ。あ、やばい。うわ、その大きな蜂の巣はグラグラと揺れて、あと数回竿でつつくだけで地面に落とせそうな感じだった。おう、どうすればいいのこれ。何もできないな、ちょっと。あれ？日を改めたらダメなんかな。やばい、晩ご飯クイズできねえ。なんか僕のツアーすげえ時間経つの早い。こんなん絶対初見の人やばいやん。何もできなさそう。あまりよく見えないところでは目印に軽い気をつけるといい。
かい？直接魚の動きを見て合わせのタイミングを取るか、あまりよく見えないときは軽い浮きを目印につけるんだよ。だぞ。いるぞ、ちゃんと冷蔵庫いとけよ、ちゃんと。なんだかよくわかんねえよ。なんかエビなのかホタテなのかわかんないけど、キャベツ、レタス、豆腐、卵、納豆、OK？ いくぞ。さっきの写真、うまく撮れてるといいね。ぼくくん、今日の晩ご飯は何だと思う？いや、冷やし中華はないと思うんだよね。肉とかあった？今春巻きと八宝菜。俺はこれにする。じゃ、今日の晩ご飯楽しみにしててね。決めた。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。今度はもっと遠くまで連れてってあげるわ。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。今度はもっと遠くまで連れてってあげるわ。だから調整入ったのかな。それでは難しすぎて。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、今晩も暑いね。じゃ、かき氷でも作りましょうか。かき氷のシロップは何が好き？みちんこ。ね、いちご。じゃ、すぐに作り始めるからね。え、作ってくんないの？お風呂入ってからかき氷食べたい俺。バンバン。あるんじゃないこれ。今日の晩ご飯は春巻き。ほら来た。防災スープに豆腐サラダと中華でまとめてみました。大正解、おめでとう。こっちはな、僕の私立やってんだよ。今日の晩ご飯は春巻き、八宝菜、スープに豆腐サラダと中華でまとめてみました。大正解、おめでとう。食べていいのかな、これ。うわぁ、すごいな。え、あ、食べた。懐かしいな、かき氷とか。ちゃんといっぱい感謝して食べるんだよ。感謝します。こら、調べったら、もう。ぼくくん、氷なんていくらだってあるんだから、たくさん食べなさい。医者がいないこんな山奥の生活だと、
風邪をひいたり蜂に刺されてもすぐに病院ってわけにはいかないから、氷はいつでも用意してあるもんなのよ。そんなこんなで随分丈夫になりました。そういえば僕くん、蜂の巣にいたずらをしちゃいけないよ。おじさんはガキの頃釣り竿で蜂の巣を落としたことがあるんだけど、たくさんの蜂に追いかけられて、それはもうえらい目にあったよ。うん、分かったよおじちゃん。僕、そうなんですね。絶対そんなことしないよ。おばちゃん、ごちそうさま。はい、お粗末さまでした。いいかい、直接魚の動きを見て合わせのタイミングを取るか、あまりよく見えないときは軽い浮きを目印につけるんだよ。このおじちゃんさ、いつものの行動見てるよな。なんかしかも間接的になんか言ってくるし。かき氷ってカロリーが少なくていいな。萌ちゃんは何歳なの？中学3年生だ。高校受験を控えた中学3年生で、調べが小学2年生で、僕が小学3年生だから1個下だ、学年は。1個下だ。調子乗ってんじゃないのこのクソガキ。主食にしたいな、これ。おい、お前年下だなってな。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。今度はもっと遠くまで連れてってあげるよ。これで終わり？何もすることないよね。なんかいつものおじさんついてくるし、もう寝るしかない。マジ夜何もすることないんだけど。こう考えるとやっぱり2は完成されてたんだな。で、最終セット。これ何？あ？何これ？何これ？なんかついたんだけど。ピンついた、ピン。あ、違うわ、これ。なんか待ち針かなんかで串刺しにされてる。消しゴムなんですか？東京。絵がうまいな。お料理うまいわ、これ。8月4日、ちび娘と一緒に野山を歩いた。生さんさん僕らテクテク。風がとっても気持ち。おしっこ気持ちいい。